せーの、神田ギラミツです。よろしくお願いします。はい、今から、2月20日、スイートスイートということで、バナナホールさんでのネタ知識を読んでいきたいと思います。イエーイ。ドゥはい、朝日です。2月の20日バナナホールさんでのチェキを買ってくださった皆さんありがとうございます。このまま読んできます。はーい、ひなのありがとう。いただきます、チェキということでねなんかリクエスト前に引き続きめっちゃ珍しいなと思ってすごい嬉しかったです。ありがとう。なので心を込めていただけますを書きました。なんか旅行チェキあったし、いただきますチェキあったし、どっか美味しいもの食べに特に行くんかな。朝日もね、ひなのとね、胃袋を共有したいので、ぜひこの時期を連れてってチェキ飯してくれると嬉しいです。チェキ買ってくれてありがとう。はい、そしてナルピー、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。そしてね、会いに来てくれてありがとうございました。ナルピーのね、年齢にすごくすごく驚いたんですけど、これからもね、元気で明るいナルピーで、逆にね、私たちにね、元気を与えてもらえたら嬉しいなって思います。素敵なね、ナルピーの誕生日を私たちと過ごすために使ってくれて、本当に本当にありがとうございます。今年、この1年ね、ナルピーの年がなんか幸せになるように頑張って頑張ってカナギラビッツ盛り上げていきたいと思います。誕生日おめでとう。はい、そしてお次、キキありがとう。デートチェキでどうしようかなと思って、全然いいやが浮かばなかったので、ここ小道具もなくて、でちょうどこの日めっちゃ寒くて雪が降ってたんですよ、あの広島でね、かっこ広島でねだから雪の中でのデートを想定想像して履きましたなんかデートもよく考えたら四季折々違うなと思って、なのでこれは冬に使ってもらえたら嬉しいなと思います。キキとはね、ほんと話がよく合うので、デート行きたいなとかひっそり思ったりしてます。なのでこの時、ね、ぜひ連れてってあげてください。ありがとう。はい、そしてお次、リッピさんありがとう。ハッピーバースデーリッピさん、まあどうだどうだ、お誕生日おめでとう。いやー、直接会えなかった、お祝いできなかったのはちょっと寂しいなって思っちゃうんですけど、でもこうやってチェキでお祝いさせてくれてありがとうございます。なんか去年お祝いしたっけなって思って、今年からやったらなんか距離が縮まってるんかなと思って、めちゃくちゃ嬉しくなりました。去年もやってたらどうしよう、ごめんね、リピさんのね、今年1年がなんか楽しさで、楽しみで、楽しみ楽しいで溢れるようにいっぱいいっぱい笑顔を届けていきたいと思います。東京また行くから待っててね、ありがとう。はい、そしてお次、かりんちゃんありがとう。会いに来てくれてありがとう。めちゃくちゃ嬉しかったし、本当に本当にカンナギラビッツ好きになってくれてめちゃくちゃ嬉しいです。わざわざ名古屋に帰って、またもう大阪にね戻ってきてくれたのは、なんかそんくらいかりんちゃんの中にカンナギ愛があるのかなと思って、すごくすごく幸せな日になりました。めちゃくちゃ嬉しかったです。なんか来てもらうばっかりだとね、申し訳ないので、神田も名古屋遠征入るように、行けるように頑張ります。また待っててね、見つけてくれて出会ってくれてありがとう。はい、そしてお次、ぴょんありがとう。チキ買ってくれてありがとう。巻き巻き好きですかぴょんは多分何でもね、朝日のこと好きって言ってくれるから、今回のも好きなんじゃないかなとか思いながら撮りました。本当に本当にね、毎日多分朝日のことを欠かさず見てくれてると思うよ。いいねとかさ、めっちゃ早いからさ、ぴょん、あの土さパッてやったら、ね、いいねしましたみたいな、何人か並んでるところにね、いつも出てきてくれるの、ぴょんが。それがすごくすごく嬉しくて3月さ、姫路入ってるから、なんかこれそうだったらいけるって教えてほしいなと思います。全然無理はしなくていいので本当に本当に毎回会える日を心待ちにしております。今日もチェキ買ってくれてありがとう。はい、そしてお次、ルーありがとう。ネットチェキ買ってくれてありがとう。いい感じのおしゃれなチェキになったと思うので、楽しみにしておいてください。本当にね、ルーはどんな些細なことでも喜んでくれて、なんか朝日と一緒にいる時間
をすごい楽しんでくれてるのが朝日はとっても幸せで、なんか朝日もルートいる時間本当に楽しいから、なんか同じ気持ちで同じ時をね共有できてるのが毎回毎回すごい嬉しいなって思います。お互いねいつもテンパっちゃって全然話したいこと話してないけど、これからもいっぱい話していけたらいいなって思います。ありがとう。はい、お次ふみふみありがとう。チェック買ってくれて、マキマキどうでしたか。なんかねアーサとは違う感じでねマキマキしてたから、これはこれで新鮮かなと思うので、ぜひたくさん見てもらえたら嬉しいなと思います。なんかいつも見てくれてるから、ふみふみ朝日のこといろんな姿をねお届けできたらいいなと思っております。なんか自分のことをツイートしてくれるんかな、これから。朝日もね多分なりちゃんが言ったんかなと思うけど、朝日もねふみふみのねことはすごくすごく気になってるので、朝日にも教えてもらえたら嬉しいなと思います。あと毎朝挨拶してくれて、ずっと続けてくれて本当にありがとう毎日っていうか毎ライブごとに楽しみにしてます。これからも応援してね、ありがとう。はい、そしてお次もトキありがとう。いい感じになりましたチェキが本当にこの前の日はね元木と会えたんやけど、髪型を変える日に会えないということで悔しがってたんですけど、元木がいや本当に見てもらいたかったなってぐらいいい感じになったので、ちょっと朝日も寂しかったです。またやるから、その時はねいっぱいいっぱい会いに来てね、なんか元木と話す時間が本当に楽しくて、ライブの時間ももちろんね楽しいし嬉しいんだけど、いっぱい朝日のこと見てくれるから、なんかそれ以上にね物販ちゃんも時から幸せな時間をもらってるから、いつもこんなに幸せでいいんかなとか思いながら話してますこれからも朝日の相手してください、ありがとうはい、そしてお次ゆうありがとう。なんか珍しく真正面を向いて撮ってみました。だいたいいつも斜め向いちゃうけど、次レアですこの日のチェキも買ってくれて本当にありがとう。多分ねゆうの好きないい感じなね大人っぽいバチバチな朝日やったんで、見てもらいたかったなと思いつつ、これからもね大人にちょっとずつなっていく朝日をね見守ってほしいなと思っておりますいつもいつもねライブ1日に2個あるライブでも、ライブごとにお疲れ様とか頑張れとかくれて本当にありがとう。やっぱねライブ物販とかあるし、ネット時期とかも撮影してるから、あんましねライブの日はツイッターに出られないけど、それでもやっぱ応援してくれてると思うと力が出るので、これからも続けてくれると嬉しいです、ありがとう。はい、そして最後リコーありがとう。なんかマキマキの朝日が好きって予想して買ってくれてた、めちゃくちゃ嬉しかったです。え、嘘朝日って思ったもんネット時期表見てどうやった、刺さったかな、なんかレイコの想像通りの朝日になれてたら嬉しいなと思います。最近なんか朝日になんかマジ可愛いとか、なんかいつものレイコと口調違くないとか思う、本心から思ってくれてるんだろうなっていう感想をねもらえたのがすごくすごく嬉しくて、これからもね可愛い路線も頑張ってレイコにもねちょっとちょん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 って刺さったら嬉しいなと思ってます。これからもねなんかこの辺でいいんで朝日のこと見てくれたら嬉しいなと思います。チェキ買ってくれてありがとう。はい、2月の20日バナナホールさんでのチケを買ってくださった皆さんありがとうございます。ネクスト。はい、今から2月20日バナナホールさんでのネットチェキ買ってくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。はい、まずはツッキーありがとう。嬉しかった、マジでびっくりした、買ってくれると思わなかった、そう、すごいめちゃくちゃ嬉しくてちょっと張り切りましたそう、ポニーテールだったからちょっとねいっぱい見てほしいなと思いながら、なんか思いも伝えながらみたいな感じでこういうチェキを取りました。はい、なんか最近はねやっぱり最近かな、ここ最近は東京が周年ライブ以来、周年ライブの東京公演からね結構空くから、すごいね会えないなって気持ちで、ツッキーともそんなにねやっぱ会ってなかったんよ。そうそうそう、だからちょっとまた会いたいなっていう気持ちも込めて、そうこういうチェキになりました。はい、いつもね可愛い可愛いって褒めてくれるツッキーが本当にねイレナのモチベなので、モチベっていうかもうすごい
通に嬉しいのよ。だからそんなズッキーに会いたいなと思いながら、はい、またお話したい気持ちです。ありがとう。はい、お次が2枚買ってくれたヒデジー、ありがとう。はい、2枚、嬉しい、びっくりした。しかもヒデジーがさ、ネット時期っていうのがちょっとめちゃくちゃびっくりした。で、なんか1枚目がうなじとポニーテールが見えるのと、あとはなんか振り向きざまみたいな感じのチェキを取りました。リクエストもらったのでね。そう、見てこれ、ポニーテールとさ、うなじって言ったらさ、やっぱどう写していいかわかんないじゃん。いや、もうこれは顔は見えなくてもいいよねっていうことだよねと思いながら、全然顔が見えてないチェキだけど、ポニーテールとうなじがしっかり見えてるので、多分これを求めてるのかなと思いながらこれにしました。はい、いい感じです。うなじがしっかり見えております。はい、そしてこっちはね、めっちゃ超振り向いてる感じしない、こういうわっみたいな。そう、もうなんかリクエストの通りというよりかはリクエストをさらに超えてまたいいチェキにできたから、すごいめちゃくちゃいいな。はこのチェキお気に入りです。だから早くヒデジーの元にね、届いてほしいなって思ってます。はい、ありがとう。ヒデジーさ、そのヒデジーはね、やっぱ広島でしか会えないから、ちょっと早く会いたいなっていう気持ちも込めて、そうね、本当に月1とか、なんなら月1でも会えないぐらいだからさ、ちょっと寂しいなと思って、いい感じの、やっぱね、そういう思いがあったからこそこういういいチェキが取れたのかなと思います。はい、ありがとう。はい、お次がおふみ、ふみちゃん、ありがとう。はい、ふみちゃん、今回はね、ふみちゃんもうポニーテールだから買ってくれたのかなと思ったんだけど、結構ねポニーテールを写したつもりだったんよ。だけど全然ね、背景が黒くて髪の毛も黒だから全然写ってなかったんだけど、ちょっといい感じのね、感じのチェキになったんよ、これ。なんて説明したらいいかわかんないけど、なんかそう、ラブビーみたいな感じで、なんかいつもとちょっと違う感じのねチェキになったの。そうだから、ちょっとこれは早く届けたいっていう、早く届いてほしいと思ってます。なので楽しみに待ってて、マジでこれめっちゃ可愛いと思うよ。なんかこれはなんか常に持ち歩いていてほしいチェキの一枚でもある。そう、横顔結構いいな、横顔が好きなんよ、こっち側のね。そうだから、この横顔もプラス超可愛い、何もうなんかもう表せないんだけど可愛いの。とりあえず早く届いてみて。はい、なのでよろしく、ありがとう。はい、お次がマサヤ、ありがとう。はい、マサヤね、こうやって忙しい中、なんかお仕事とかもすごい大変やけどさ、これチェキとか買ってくれるのがね、最近は珍しくなってきちゃってるんだけど、そういうその一枚一枚が大切だなと思いながら、ちょっと心のこもったチェキをしました。はい、なんかいつも結構頑張ってるから、お守りチェキをね送りたいなと思って。そう、なんかさ、まあ今回はポーズ的にはお守りっぽい感じのポーズではないけど、そういうなんていうの持ち歩いてほしいなっていう、なんか結構このチェキの雰囲気とかが結構なんだろう、いつものいいなじゃ表せない感じの笑顔ができたんよ。そう、笑顔がそんなうまくできるタイプじゃないから、でもその中でもいい笑顔が作れたっていうか、そう撮れたから、これをね持ち歩いたりしてお守りにしてもらえたら嬉しいなと思って撮りました。こういうチェキにしました。はい、素敵な一日になりますようにっていうチェキです。はい、だから早く届いてね、これをまあ持ち歩くか持ち歩かないかはまあマサヤ次第なんだけど、そう、まあいいな、持ち歩いてほしいなっていう気持ちでもある。お財布の中に入れるとか、なんか定期の間に入れとくとか、そんなんでも全然いいけど、そう、それをしてくれたらすごい嬉しいなっていう感じです。はい、またそういう、こう今こうしてるよみたいな、ここに入れて持ち歩いてるよみたいなツイート待ってますねありがとう。はい、早く会っておしゃべりしたいです。ありがとう。はい、イリナのネットチェキ買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。はい、
2月20日、バナナホールさんでのネタチキ買ってくださった方のお名前読んでいきたいと思います。はい、まずはじゅんくん、ありがとうございます。はい、今回はね、編み込みしてみました。はい、一部でも編み込みしてたんですけど、2部もこの日は1日ね、編み込みをしている日だったです日でした。なんか髪型をね、変えてみようっていう感じでね、ちょっとね、髪型チェンジしてみました。いつもとは違うなりちゃんが見れるかなと思います。ありがとう、届くの楽しみにしててね。はい、お次がなるぴー、ありがとう、ハッピーバースデー、イエーイ、おめでとう、なる、嬉しい。なんかね、ハッピーバースデーかけるのめちゃくちゃ嬉しかったです。ここにね、ちょっと頑張ったんですけど、ケーキをね、書いてみましたこれは何ケーキって言うんだろうな。黄色っぽいので書いてるから、チーズケーキのような、なんだろう、タルトのような、かぼちゃのような、モンブランのような、ちょっとよくわからないけどはい、頑張ってケーキ書きました。いい一日を送ってね、なる、ありがとう。カンナギラビッチでいい幸せな毎日過ごしていきましょう、ありがとう。はい、お次がゆうすけくん、ありがとう。はい、バナナホールでのね、チッキも買ってくれてありがとう。バナナジュース美味しいよっていうことでね、ほんまにね、このバナナホールのね、バナナジュースがめちゃくちゃ美味しいから、一回飲んでみてほしいなって思いました。早く飲んでありがとう。お次がなおくん、ありがとう、なおくん、嬉しい。なんかネタチェキ買うのって初めてかな、どうなんやろ。めちゃくちゃ嬉しい、びっくりしただからね、ちょっとね、ここにね、白い枠をね、書いてみた書いてみた。結構落書きはシンプルなんですけど、嬉しいです、買ってくださって。めちゃくちゃこれからもいろんなお話をね、なおくんといっぱいしていきたいなと思います。これからもいっぱい仲良くしてほしいです、ありがとう。はい、お次がふみふみ、ありがとう。はい、今回はね、ちょっとふみふみポーズじゃなくてね、ちょっとなんかこういう感じにしてありますどういう時期で、なんかこうやってなんかこうなんしてるわはい、ちょっとね、編み込みしてみました。こう見えるかな、こっち、こっちやってたかな、そう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 ね、いつもとはね、違うなりちゃんになってみました。ふみふみは今まで見てきた中でどんな髪型が好きやったとかありますか？なんか外羽とか内巻きとか、そのまんまとか編み込みとか三つ編みとか、いろいろあると思うんですけど、なんかこれが一番可愛かったなっていうのがあったら教えてほしいです、ありがとう。はい、お次がひでじ、ありがとう、2枚、ありがとう、嬉しい。はい、ちょっとね、髪型わかるようにねしてみました。1個はね、ちょっと編み込みしてみたっていうやつと、もう1個がね、連れて帰ってください、にゃーんっていうやつにしてみました。ちょっとね、甘えたなりちゃんも入っているネットチェキになってます。これを見ていっぱい元気になってほしいなって思います。また広島にも行くね、ありがとう。はい、お次がエルドちゃん、ありがとう。はい、髪型を見えるような感じにしてくださいっていうことだったので、結構ね、この編み込み見える感じにしてみましたよ、どうでしょうか結構ね、自分で編み込みするの下手くそで、めちゃくちゃ時間かかっちゃうよね。だからなんか朝早かったから、この日確かがちょっとね、ママにやってもらいました。うちのお母ちゃんにやってもらいました。そう、本当はね、イリナにやってもらう予定やったんやけど、その隣にママがおったから、あ、ママじゃあやってっつってちょっとお願いしましたはい、ちょっとベテランだったのではい、ありがとう、エルドちゃん。はい、お次がルアちゃん、ありがとう、嬉しい。なんやかんや言って結構ね、定期的にネットチェキ買ってくれるのめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ちょっと今回はね、羽をね、生やしてみました。結構羽生やしてるチェキ多かったかな、もしかしてでもめちゃくちゃね、可愛いなりちゃんお届けできるかなって思います。いつもネットチェキ頼んでくれてありがとう、届くの楽しみにしててね、ありがとう。はい、お次がコルネチ、ありがとう。
はい、なりちゃんチューってしてくださいっていうことだったので、ね、ちょっとなりちゃんチューってしてみました。はい、結構ねこれはね、まあドシンプルなんですけど、可愛いなりちゃんが見れるかなと思います。はい、楽しみに待っててね、届くの楽しみにしててね、ありがとう。ラスト、ひょうちゃんありがとう。はい、ね、好きな焼肉は何ですかっていうことだったんですけど、僕はハラミが好きですね。ハラミ、うん、あと牛タンが好きです。なんやかんや、なんか最初に頼むとか出てくるのって牛タンなのかなって思って、結構牛タンとハラミが好きです。なんか脂身の少ないお肉が好きですね。なんか赤身が多い。でもハラミは結構ね、なんだろう、赤身というよりかはなんか内臓なんかな。でもなんかそんなにくどくない味なので、ちょっとねくどくないお肉が好きです。ひょうちゃんは何が好きですか？届くの楽しみにしててね、ありがとう。はい、ということで2月20日の、バナナホールさんでのネットチェック買ってくださった皆さん、ありがとうございました。ネクスト。はい、今から2月20日で、葵のヌットチェキを買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。まず、ともさん、ありがとうございます。ちょっとね、4年目の、目標って書いてたんで、ちょっと私は4年目の目標は、ちょっと可愛くなりたいっていう目標があるので、ちょっとそれをね、ちょっとでも、ちょっとでもね、上にね、できるように頑張ろうと思います。ちょっとお化粧の勉強とか、髪の毛のアレンジの勉強とかしたいなって勝手に思ってるんですけど、そうそう、だからちょっとね可愛くなりたいっていうのが個人的に目標です。ありがとうございます。今年も頑張ります。いつもありがとうございます。はい、次行きます。エルドッちゃん、ありがとうございます。なんかそんな顔しないでさ、この時の顔、そう、この時私どんな顔してるやろと思ったけど、なんかそんな顔しないでさーって、そんな顔しないでさーって顔です。ちょっとどんな顔って言われたらちょっとわからないんやけど、まあこんな顔してると思います。ちょっと楽しみに待っててほしいので、ちょっとあれなんですけど、そう、楽しみに待っててください。そんな顔しないでさーっていう顔をしてます。いつもありがとうございます。はい、次行きます。おふみありがとうございます。ちょっとドーナツになってしまったんやけど、お下げの予定ではあったんやけど、ちょっとドーナツにしまってしまったんやけど、ちょっとドーナツ書いたんで、ドーナツ、そう、見たらドーナツ食べたくなっちゃうかもしれへん。分からんけど、ドーナツ食べたくなっちゃうかもしれへん。ちょっと気をつけて。ドーナツ食べたくなってしまうかもしれへん。ちょっと気をつけてほしい。そう、だからね、楽しみに待ってくれたら嬉しいなと思います。いつもありがとうございます。はい、次行きます。ツッキーありがとうございます。なんかさ、落書きをさしてたらさ、めちゃくちゃいい感じになってさ、そう、いい感じのねチェキになったんですよ。だからちょっとね、楽しみにしててほしい。そう、なんかめっちゃ可愛い感じになってさ、なんかどんな感じにしようかなって思って書いてたらさ、あれ待って、いい感じになったと思ったから、ちょっとこのチェキはちょっと楽しみにしててほしいです。ありがとうございます。はい、次ラストですね。ありがとうございます。もときありがとうございます。なんかね、そう、ママにやってもらったんですよ。ママ感謝って感じなんですけど、いつも通り。そう、いつもママにやってもらってるから、ママ感謝って感じなんですけど、そう、ちょっとね、ヘアアレンジして、ちょっとね、落書きもちゃんと、いろいろ書いてみたんで、楽しみに待ってほしいなって思います。いつもと違う葵さんです。はい。よろしくお願いします。はい。はい、そうですね。はい。以上で葵のネットチェキ買ってくれた人、ありがとうございました。ネクストドゥーン。はい、2月20日のスイートスイートの2部のリンのチェキ買ってくださった方の名前読んでいきたいと思います。まずはタオくん、ありがとうございます。はい、タオくんはですね、本当になんかどんどんね、リンのこと好きになってくれてて、もうなんか自分が照れちゃうぐらい嬉しいです。いつもありがとうございます。これからもっともっと増やしててね、ありがとう。はい、そして次がコウくん、ありがとうございます。ちょっとウサギさんが、色違いのウサギさんを可愛く描けた気がします。こういうのね、好きなんですよ。はい、コウくんはどんなんが好きですか？ありがとうございます。
はい、そしてですね、次がですね、ツッキーありがとうございます。はい、ツッキーほんとなんかレアな気がする。めちゃめちゃ嬉しい。なんかツッキーってお名前を書けるのが嬉しくて可愛く書いちゃったこれからもカンナギともどもよろしくお願いします。ありがとう。はい、そしてヤイちゃんありがとうございます。キルルンって感じにしてみました。なんかちょっと画角がいつもと違う感じなので、なんか雰囲気が違う気がします。私は外羽だから違和感があるだけなのか、どっちかわかんないですけど、うん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、そしてですね、稲妻さんありがとうございます。一部に引き続き二部も買ってくれてると思ってなかったのでめちゃめちゃ嬉しいです。いつもありがとうございます。なんかあの外羽も珍しいし、帽子かぶってないリンさんも、リンさんって自分で言ってたら面白いけど、リンも珍しいので、なんかコレクションにしっかり入れといてくれると嬉しいです。ありがとうございます。はい、そしてですね、かりんちゃんありがとうございます。この日まさかの2日連続で会えた日ですね。めっちゃめっちゃ嬉しかったです。なんかいろんな人からね、かりんちゃんがなんかりんにハマってくれてるって言って聞くので、めちゃめちゃもう嬉しい気持ちがいっぱい。本当にこれからもね、いっぱいいっぱい思い出作っていきましょう。ありがとう。はい、そしてペイジ君ありがとうございます。なんか前特別衣装で同じようなポーズを撮ったんですけど、次は外羽バージョンになりましたねいろんなバージョンのイエイイエイが増えますね。なんかその日ライブ会えてなくても、このチェキ見て、あ、この時七星やって、あ、目があったなって思ってくれると嬉しいなって思います。ありがとう。そして最後はナルピー4枚ありがとうございます。ほんとね、あの誕生日の日に会えると思ってなかったので私は超超超嬉しいです。なんかこれからもね一緒に入れると思っているので、まあ毎年ねライブがあるかは分かんないけど、うん、いっぱいいっぱい思い出、誕生日も含めて1年通していろんな思い出作っていけたらいいなって思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでリンのチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、リオです。今から2月20日スイートスイートの2部のネットチェキ名前めが始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。ツキー、ありがとう、ありがとう、ツキー。はい、ですね、これはね、ツキーへ愛を込めてということで、最近ね、なかなか会えてなくてちょっと結構リオ寂しいんですけど、これでね、あのリーからの愛が伝わればいいなと思って、月へ愛を込めて、あのストレートの髪型のリーが、はい、いっぱいいっぱいいっぱいいろんな色のハートを送ります。なんかこのいろんな色のハートはなんかリーのなんだろう、個性だし、ね、個性を表しております。あのいっぱいいろんな姿があると思うんだけど、可愛いやつやったりかっこいいやつやったりなんか、まあいろいろなんかわかんないけどいろんな魅力をね、ツッキーは見出してくれてるから、リーのね、いっぱいいっぱいいろんなね魅力を見つけてくれるツッキーだからこそ、いっぱいいっぱいいろんな色のね、あのハートをツッキーへ送ります。愛を込めて、ありがとうね、いつもいっぱいいっぱい、これからもよろしくね、ツッキーいつもありがとう。はい、じゃあラストいきます。コーティアン、コーティアンさんありがとう。あ、買ってくれてありがとうございます。ストレートのリーです。どうですか、あんまり目つぶってるの送らないかなと思って、こうキュッてしたやつ送ります。はい、ストレートのリーとね、あの何、いつもくるくる巻いてるんだけど、くるくるのリーとどっちが好きですか、コーティアンさんは。なんかあんまりそういうの聞いたことないかなと思って、あのまたいっぱいいっぱいリーのね好きなところ教えてもらえたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、以上でリオのネットチェキ名前を上がりたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、皆さんこんにちは、あやねです。今から2月20日の、スイートスイート2部のネットチェキ読んでいきたいと思います。まずともてぃん、ありがとう。はい、今回は髪型チェンジということで可愛い感じの落書きにしました。私はともてぃんと離れてる間にネットチェキとか買ってくれるかな、ともてぃんのお名前を呼べるんだけど、ともてぃんは私の自撮りとか結構楽しみにしてくれてると思うので、私はこうやって頑張って、なんていうの、髪型アレンジとかだけじゃなくてメイク頑張ったりとかして自撮り乗っけていくから、これからもいっぱい見てください。いつもおはようからお休みまで見守ってくれてありがとう。はい、お次がマサヤ、ありがとう。じゃあ今回は髪型チェンジということで、いつものストレートの私からバッて離れて、いい感じの編み込みの風のチェキにしてみました。風です編み込みではない、風です今回
回ね、めっちゃ髪型時間かかってさ、 K-POP が好きなの私、あの韓国のアイドルさんが好きで、だから韓国で流行ってる髪型とかを調べてたらいい感じのが出てきたので、これをチョイスしました。イリナみたいにおしゃれになれたかな気に入ってもらえたら嬉しいです。いろんな私を見てね、いつもありがとう。はい、お次がリオ、ありがとう。はい、今回は一部と二部どっちも買ってくれて嬉しかったです。一部は、まあ、よりの髪型が分かるチェキにしたんだけど、二部は横チェキでちょっとお姉さんっぽく遠くから撮ってもらいました。で、楽器もちょっとおしゃれに頑張ったんで楽しみにしてください。結構リオに送るチェキいろいろレパートリーが多くって、私すごい落書き考えてる時間もすごい楽しくって、だからこれからもいっぱい私のチェキを増やしてほしいです。その度に私頑張って考えるからね、ありがとう。はい、お次がなんで2回言ったやろな餃子ありがとう。はい、そうなんです、実は髪型が変わるのでこの日にしました。まあせっかくやからね、なんか同じチェキを買ってもらうのは嬉しいんですが、まあせっかくだから髪型違う時の方がいいかなと思ってこの日をセレクトしました。あとはまあスイートスイートっていうタイトルが好きっていうのもあるし、これ2部なんだけど最後に買ってくれるのがいいなと思って、1日の最後にその餃子のチェキを取るのがいいなって思ったので、その2部のリクエストにしましたいつもありがとうね、また会いに行くからね、ありがとう。はい、お次が最後、ちやきん、ありがとう。ちょっと逆順に読んでたんで一番最後になっちゃったけど、ありがとう。今回はですね、なんか さっき一部に撮ったチェキが結構おすまし顔だったんで、今回は笑顔のチェキにしてみました。なんかちやきは私の可愛いところとかおしゃれなところとか全部好きって言ってくれるやん、かっこいいところとかも幅広く好きって言ってくれるから、どんなチェキを送っても安心だと思って思ってます。だからいろんなチェキを送ると思うんだけど、全部愛してもらえたら嬉しいです。ちやきの愛は大きいと思うし広いと思うので、その愛で私を包んでくださいありがとう。はい、以上です。アイネのチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。以上アイネでした。ネクスト。はい、今回もたくさん買ってくださってありがとうございました。それでは以上、私たちカナギラビッツでした。ありがとうございました。